米粉汤。米粉汤。黑白切。黑白切。好，这边好， okay. 谢谢。おはようございます。今ね、朝の4時半、昨日から台湾に来てるんですけど、朝ごはんをね、市場の方に食べに来ました。シェシェ、今日のご飯はこんな感じです。ミーフェンタンは、まあ、ビーフンのスープですね。あ、うまい。はい、この2品で合計125元。ごちそうさまでした。ああ、美味しかった。台湾は安くて美味しいものがいっぱいあるからね、楽しいですね。好、可以。谢谢。はい、谢谢。葱油饼。葱油饼。Half, half.谢谢。帰り道でね、また一個美味しそうなもん見つけちゃったんで買いました。じゃじゃーん。葱油饼って言ってね、チヂミみたいなもんなんですけど、うまい。台湾に来てから炭水化物の誘惑に負けっぱなし。絶対太ります。というわけで、今日は台湾の朝ごはんの紹介でした。ではまた明日のブログでお会いしましょう。